ドラマや映画に出演し、その度に高い演技力で確かな存在感を示している俳優の戸井飛鳥、日野康子。ドラマにゲスト出演すると、あの可愛い子は誰だと話題になることもあり、多くの人が注目している俳優。ここでは、戸井飛鳥さんの出演作や、現在の活動など、様々な情報をご紹介します。戸井飛鳥さんの演技力が大きく注目された作品が2015年に公開された映画、さよなら歌舞伎町です。さよなら歌舞伎町にあるラブホテルを舞台にした作品で、男女の様々な生き方や感情を描いた。剥き出しになる人間の本性に涙したり笑ったりと、感情を揺さぶられる映画です。戸井飛鳥さんが演じるのは、染谷将太さん演じる、主人公の妹である、高橋美優役。家族に、内緒で、アダルトビデオに出演してしまう。兄との関係がこじれてしまった難しい役柄です。戸井飛鳥さんは、同作で、高い演技力、関係者からも次世代を担う、新世代の俳優として話題になりました。俳優としての高い演技力が注目されている、戸井飛鳥さん。2018年には、映画、飲み取り侍に出演しました。長岡藩で、出世街道を走っていた広湯。ある時、藩主、牧野備え前、守る叩き世に大恥をかかせ、江戸の貧乏長屋に左遷される。猫の飲み取りという商いをすることになった彼だったが、この仕事の実態は、寂しい女性を満足させる添い寝業だ。亡き妻に似た、最初の客お峰を相手にする、彼だが、もともとが生真面目な彼は、下手くそと言われてしまう。落ち込む。偶然から知り合った伊達男の清兵衛に、添い寝の指南を受けるのだが、飲み取り侍は2016年に公開された映画『五歳行の女』で監督を務めた鶴橋康夫さんが監督、脚本を務めた作品。戸井飛鳥さんは同過去に鶴橋康夫さんと共演経験があり、インスタグラムでは久々の再会を喜ぶ様子を見せて5月18日から上映されます。映画、飲み取り侍に出演いたします。また鶴橋監督とできて、嬉しいです。ド、赤色のハート、今回は、少しの参加。衣装合わせからずっと楽しかったなぁ。映画もすっごく楽しくて気づいたら、ずっと笑顔で見てました。予期せぬハッとする仕草や、行動が好きな、監督なので。いろんなシーンで驚かされます。笑いぜひ、劇場で映画飲み取り侍、鶴橋康夫、阿部寛、寺島しのぶ、豊川悦司、大竹しのぶ五歳行の女は DVD で見て、くださいね。戸井飛鳥公式、日野飛鳥0108がシェアした投稿2018年5月月10日午前6時45分、PDT、戸井飛鳥さん。猫の飲み取りとなった、阿部寛さん演じる、小林博之新の客の一人、おしげ役を熱演。阿部寛さんとの絡みのシーンでは、ドキッとさせるほど美しく艶のある姿を見せていました。この客役は、戸井飛鳥さんのほか、雛形あきこさんや、山村もみじさんも演じて、2014年10から12月にかけて放送された、ドラマ、ファーストクラス、フジテレビ系は、沢尻エリカさんが主人公を演じ、ファッションブランドで働く、女性同士の構想を描いたドラマ、戸井飛鳥さんは、ファーストクラスにゲストとして出演し、第8話に登場しています。戸井飛鳥さんが演じた、川瀬、主人公が受け継いだブランドの大ファン、結婚を急いでいるという事情を知った主人公は彼女のために自社で
オリジナルのウェディングドレスを作ることを決意しました。ドラマの中で、戸井明日香さんはウェディングドレス姿を披露し、その可愛らしい姿が話題となりました。戸井明日香さんのファンはその美しい姿に、あの女性は誰だと検索する人も多かったようで。2018年に放送されたドラマ、スーツ、フジテレビ系はアメリカで大ヒットした同名のドラマの第一シーズンが原作の作品。織田裕二さん演じる敏腕弁護士。経歴を詐称して法律事務所に入社する中島裕翔さん演じる元フリーターの異色のコンビが様々な事件を解決する物語です。戸井明日香さんが出演しているのは物語のクライマックスに突入する第9話。物語の鍵を握る事務所に所属する弁護士、袴田みなみ役を演じています。公式、スーツ、ドラマスーツがシェアした投稿2018年12月が5日午前6時28分。PST 様々な映画やドラマに出演し、作品を盛り上げている、戸井明日香さん。作品の中では、明るく可愛い姿だけでなく大人っぽい色気のある、役を大胆に演じるな、高い演技力と表現力で様々な役柄を演じて、2019年9月20日に公開された映画、葬式の名人では、謎の死を遂げる吉田はじめの同級生、大森なと役を演じました。戸井明日香さんの今後の活躍も応援しています。生年月日、1991年1月8日、出身地、大阪府血液型、B 型身長、160センチメートル所属事務所、ギフト2005年に、音楽グループ、火の一チームをシングル、イケイケをリリース。音楽番組、みんなのテレビ、日本テレビ系に出演し、人気を集める。2013年から、現在の事務所に所属し、本格的に演技の道へ。ドラマ、ファーストクラス、フジテレビ、謎の転校生、テレビ東京系など多くの作品に出演。映画、さよなら歌舞伎町や、五歳行の女で脚光を浴び、次世代を担う俳優として注目を集める。その高い演技力は多くの人を魅了し、今後の活躍が期待されている。文、構成、グレープ。